こちらはヨシキシリーズのパウダーブラシです。このヨシキパウダーブラシはヤギのとても上質な部分を使っています。最高峰という部分です。この最高峰はとても柔らかくて肌当たりがいいのが特徴です。実は柔らかすぎると逆に粉が薄くつくという場合もあるのですが、このヨシキパウダーブラシは毛量はたっぷりと使い、長さは短めになっていますので、粉を適量しっかりとのせることが可能です。それでは早速ブラシを使ってみましょう。容器に粉を出していきます。私はミネラルパウダーを使っていますので、まずはこのぐらいからスタートします。ブラシにしっかりと粉を含ませます。手にいらないパウダーをね、つけていきます。肌の内側から外側に少しポンポンポンと押さえるような感じでのせていきます。ヨシキパウダーブラシのご紹介でした。熊野町の書道筆から生まれた化粧筆、手先が繊細で肌当たりが良く、お化粧の時も気持ちよく使っていただくことが可能です。ぜひ熊野筆を使ってみてください。